はい、こんにちは、タクラです。昨日のそば、やっぱりこう CPI がポイントになりましたかね。まあ、結果としては上振れということになりましたんで、金利高というところにもやっぱり注目度は集まってしまうと思いますけども、ということはドルは買われやすいわけですね。ただこちら、ドルインデックスですけども、ドルインデックス見ていくとドル売られてるんですよね。まあ、こういった流れってここ最近なかったですからね。まあ、ということはそれだけドルが弱いと見られてもおかしくないわけで、まあ、このあたりはドル円の動画の方でね、詳しく触れてますから、そちらを参考にしていただければと思います。概要欄の方にリンクの方を貼っています。そして、同じような動きをしているのが円ですよね。ドルと似たような動きをしているわけですけども、この円の方にも、まあ、同じように売りが入ったわけです。はい、こちらが円指数になりますけどね、この円、昨日のこの動き見ていただくとわかると思いますけども、円かなり大きく売られてるんですよね。なんならその前から売りが入ってるんですけども、これによって、まあ、直近安値、つら合わせのところまでは来ています。急激にこの2日間で円が弱くなってきたんですね。ですからも黒線なんか急上昇ですよね。ドル円なんかドルが弱いのにもかかわらずそれでも上昇ということになってきますんで、こういった流れが見えてくるとやっぱり気になるのが政府日銀の存在ということで、介入なんか今日はかなり警戒しないといけないんじゃないですかね。まあ、ドル円もわかりやすく高値も更新してきましたんでね、何かしらこう動きがあってもおかしくもないと思います。今日週末でもありますからね。まあ、実際あるかどうか、これはもう当然ですけど、僕はわかりません。ただそういった値動きに備える、警戒心を持つというのは、これは大事になってくると思います。ただこの円というのはすごく弱いんですね。ですからトレードしていくんなら、まずはこの円は売っていく。これが基本になってくると思いますけども、介入入ったら円買われますんで、このあたりは今日の大きなポイントにはなってくるかなと思います。もし介入があればですけども、ドルを売って円を買うということになります。最初にドルインデックス見ましたけども、ドル昨日買われても良さそうな環境だったのに売りが入ったんですね。なので僕は今日はドル売り、ドルの弱さを少し意識して見ていこうかと思うんですけども、これは介入があろうがなかろうがドル売りになるんですよね。もともとドルは昨日は弱い流れが出てますんでね。ですからこう分かりやすいのはドルを売っていくのが分かりやすいのかな。ですからまあドルストのロングなんかを見ていくのが分かりやすいのかなと。一方でこの背中はやっぱりロングが見たいところ、円の弱さに注目はしたいところですけども、これは介入が入ってしまったら流れぐっと変わってしまいますんで、そこが難しいところだと思うんですよね。まあ、今回この動画の方で触れていく場合はやっぱり円が弱いわけですからね、円安というのを見ていくことになります。ただこれに関しては特に黒線、これも介入一発でガラッと景色が変わってしまいますんでね、そこは十分注意をしていただきたいなと思います。こういったのを踏まえて、各チャートを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。昨日ですけどもやっぱりドルが弱くなったというのが大きな出来事かと思いますね。そしてまあドルが弱くなったということはドルストライプ全般こう底堅い動きになってきたわけですけども、底堅いポイントを比べていくと、これ安値切り上げの形。前回の安値を割らなかったんですね。これすごく大きな動きかと思います。ここで波の反発を起こるんなら、こういった上昇トレンドが見えてくることになりますんで、最初の目標を見えてきますね。これが 1.0、まあ、パリッとなりますけども、このあたりを目指した上昇というのはドル安を見ていくんなら、これは考えて見ていくことになります。まあ、しっかりここ、今週に入ってから足場を作ってるというのも大きいんじゃないですかね。昨日の動きはこの足場からの高値ブレイクになっています。しかも、昨日一回下を試してるんですよね。初動はドル買いでしたから、下を試したんだけども結果抜けなかったといった形が見えてます。下を試しての上ですからね、まあ、ショートもすごく入りやすい環境下で、買いが入ったということになりますんで。これはやっぱり継続したロング見たいところですね。今日も高値更新、まあ、ドルの弱さですね。注目はして見ていくことになるかなとは思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。このあたりレンジを見ていたわけですけどね、もう完全にブレイクしてきましたね。これ前回も1回これ高値を試して、これはダメだったんですけども、まあ、2回目ですからね、これを見てもさらに買いが入ってきたということになりますんで、これは上の流れを意識したいところです。しかも昨日、1回これ下を試してるんですよね。抜ける前に下を試してるというのはすごく大きい。これが潰されたら仕方がないなぐらいに思えてきますんでね、自分ならやっぱりこの流れ重視して見ていきたいですね。まあ、ドルが弱かったことによる上昇ですから、今日もドル安、これを見たいところです。まあ、当然日足の高値更新も意識してますんでね、今日のメインシナリオ、やっぱりこうサポートを見つけて、この高値更新を意識して、まあ、ロングをどこかでしていきたいということになりますね。まあ、今日なんかこう介入にも警戒はしてしまいますけどね、ただ介入があってもドルは売られますんでね、まあ、そういった意味でもこう上昇は見やすいのかなとも思います。僕はもう昨日まではずっとドル買いを見てましたんでね、こう切り替えるのも大変ではあるんですけども、まあ短期的かもしれませんけどね、少しこの波の反転、ドル安、ドルの売りの中でですね、これを注目して見ていこうと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロ円ですけども、ものすごく強いんですよね。
まあ、円が弱いというのがとても大きいですけどね、まあ、ドルが売られましたんで相対的にユーロの方にも買いが入りやすいということで、強弱の差もついたということになりますね。一気にこう買いが入ってきてますけども、ただユーロ円というのはこの144円145円、このあたりすごく上値が重いというのはこれも今だけではなくてずっと同じ景色なんですよね。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。これまあ6月ぐらいからですけどね、明らかに意識されてますよね。まあ、だからこそこう超えてくると、このあたりをバックにしようと見てる人はたくさんいそうですからね、買い戻しなんかも進みやすいのかなとも思います。もし介入がなければ円は売られやすくはなってきそうですから、そうなるとまあブレイクも出てきそうですね。これ週足になりますんで今日の終わりがすごく大事。僕はかなり今日は介入にも警戒してますんでね、介入入ってくれば潰されるでしょうから、これも最終的に終わりで判断はしていきたいと思いますけども、すごく際どいところに今はいるというのは抑えておきたいですね。何もなければ上の方に行きやすい流れはユーロ円はあるように思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期的な上昇トレンドがまあ見えてはいますけどもね、もう過去のレートはないですからどこまでも上がっていきそうですけども、ただ上位足の関係を見ると144円というのはすごく上値が重いというのはこれ先ほど見ていただいた通りです。では売りですかねとなりますけど、そう簡単にはいかないですね。もし弱いんであればもうすでに売られてるはずです。でも今これまだ売り入ってないですね。なのでまあこういった抵抗体というのは持ち合い相場にもなりやすいと思いますから、一旦調整の形を見せてほしいところ。あとは介入があるかどうかは大きなポイントになってきそうですけども、こればかりもわからないですからね。介入あればドンと下がってくると思いますけども、もし仮にこの介入がなければ今は強い流れが見えてると思いますから、自分ならこの高値更新少し意識したいですかね。上位足の環境から見てもこれ上値が重いのは明らかですけども、だからこそ超えてくれば買い戻しも進みやすい場所だと思います。これだけこう勢いよく上がってくるとショートも捕まりやすい値動きにもなってきそうですからね。こういった環境というのは深い押しが入ってしまうと崩れてしまうんですよね。ですからまあ強い流れを見ていこうと思うなら浅い押しを意識したいところですね。例えばまあ143円の後半あたりで値動きが止まってるんなら、これはもう浅い押しからのブレイクは見たいところです。または介入をどう判断するかの部分になってきますかね。チャートだけを見ていけばちょっと売れる状況には僕は見えてはこないので、目線としてはロングで見ていきたいと思います。これに加えてまあ介入要素をどう判断するかになってくるんじゃないですかね。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。このポンドもかなり昨日強かったですね。財政不安でゴタゴタしていますけども、今日14日、これ債券買い取りの最終日になってきます。一部こう延長期待というのもあったようですけどね、ただベイリーさんも辞めますと言ってますね。一方でトラさん、これも方針ブレブレですよね。こう言ってることが全然コロコロ変わってきますんで、何が新しいのか、情報も錯綜しているようですから、まあ、このあたりがこうポンドの荒い動きにつながっているのかもしれません。まあ、当然今日最終日ですからね、こういろんな情報も出てくると思うんですよね。その動きにいちいちこのポンドは反応してくると思います。ですからこうボラがあるのはすごくやっぱりありがたいと思いますけどね、ただ値動きはこれ十分注意しないといけないですね。ただまあ自分としてはこれポンドはそんなにこう買われる材料はないんじゃないかなと思うんですけどね、それでもやっぱこう買いが入っているこの事実がありますから、それだけポンド強いんでしょうね。高値も抜けてないですから、まだまだこう本格的な買いというわけにはもちろんこれないんですけども、ただまあ昨日のこの買いを無視するわけにもいかないと思いますんでね、まあ、一旦直近高値、まあ、1.15 近辺ですか、このあたりまでのロングというのはね、これは想定しておきたいところです。そして、今これ加えてドルも弱くなってきましたんでね、まあ、ロング勢にとってはこれも追い風ですよね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。貯金高値も完全に抜けてきてますよね。まあ、上昇トレンドがまあはっきり見えてますから、このあたり足場作ってくるんなら、この足場利用してまずはこれもロングは見たいところですね。ドル安というところに注目しても、ポンド高というところに注目しても目線はもうロングになってきそうでね、これはもう一旦ロングということになってきそうです。ただこれはもう最初にも言いましたけどね、この国債買い入れの最終日が今日14日になっていますんで、これがまあどうなるかという、まあ、こういったニュースも流れてくると思うんですね。このニュースにまあ一時このポンドは反応してくると思いますから、すんなり上がっていくとは思えないんですよね。まあ昨日もそうでしたけどね、こういった上がったり下がったりという動きはすごく出てきやすいのかなと。入る場所というのもとても大事になってくると思いますから、そこもやっぱり慎重には見たいところですね。すごくボラは大きくなりやすいと思います。あまりこう小さな動きでね、短期的な値動きに振らされないようにしたいですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。昨日一番よく動いた通貨の一つになってくるんじゃないですかね。1日で3位ぐらい上がりましたかね。すごくいい流れが出ています。
しかもこれ貯金高値も抜けてきましたんでね、こうなると上昇トレンドも見えてきますんで、もうイケイケで買っていくような相場になってきましたけども、ただ今日僕は介入にかなり警戒心を持ってます。介入されれば当然当たり前ですけど下がってきますんでね、この動きに一つ警戒をしたいのと、あとはそもそものこのポンドの環境ですよね。これポンドドルでも触れましたけども、今日が国債の最終買い入れ日になってきますんでね、まあ大枠も働いて、まあ少しこう暴れやすい動きにはなってくるかと思うんですよね。まあ明らかにチャートの方見ていけばもうね、ポンドというのは強く買われてますんでね、まあ基本強いと見てもらったらいいと思いますけども、ただこれは円もそうですけども、ポンドもそうなんですね。不確定要素が多すぎますね。まあ、だからこそこのようなね、大きなボラにもなっているかと思いますから、まあ、ボラってやっぱり大事ですからね、このボラに注目をしてトレードをやっていくというのはこれもいいと思いますけども、ただまあ少しこうじっくり流れを見ていこうと思っている人にとっては難しい環境だとも思いますんでね、そこは住み分けの問題というところになってくるんではないかなと思います。僕はもう個人的には今のポンド円というのは少しこう不確定要素多すぎるように思いますんでね、まあ、今日はちょっと様子を見ていこうかなと。ちょっとボラがありすぎますかね。上下の動き見ていくには少し、まあ、ボラがありすぎますんでね、少しこう引いた目線で見ていこうかと思います。これだけ動けばロングもショートもどこかでチャンスはありそうですからね、まあ、特にこう短期トレーダーの方ですね、これはもう面白くなってくるんじゃないかとは思いますね。はい、こちらが5分足1時間足を重ねています。まあ、これだけボラがあるとなかなか15分でじっくり流れを見ていくというのは難しくなってきそうですからね、もう少しこう短期足で値動きを追っていくことになりそうです。今だとここで小さな足場作っていますけども、ただ小さいとはいえこれでも上下で70ポイントほどですかね、ありますんで、やっぱり結構ボラが大きいんですよね。ここに1本の上昇が見えてますけども、この一波で165円ぐらいから167円までいてますからね、2円近く動いてるんですよね。まあすごい大きなボラになってます。ですからこうポンド円をトレードするということはこの大きなボラとお付き合いするということですからね、当然まあリスク管理も大事になってきます。まあ、特にやっぱり注目してるのは短期トレーダーにはなってくるかなと思いますんでね、まあこう上下の動きにあまり振らされないようにね、自分注意はしていただきたいなと思います。相変わりましてこちらが5ドルドル1時間足に冷やしを重ねています。この5ドルがここ最近本当に弱かったんですね。まあ冷やしチャート見ていただくとも一目でわかると思いますけども、かなり大きな売りの流れになっています。ただ昨日ドル弱かったですからね、もうようやく一旦流れが止まったと、そう見えるチャートになってきました。ただ言ってもこの程度なんですよね。下落の流れが止まったところですから、通常なら僕なら次は調整レンジを見ていきます。ただ昨日ドル弱かったですからね、多くのドルその通貨はこう反発の形が見えているんですけども、5ドルはそこまでの流れは見えてはいないんですよね。まあ、それがなぜなのかですね、それはやっぱ5ドルの環境が何も変わっていないというところになってくるんじゃないですかね。まあ、ドルが売られますんでね、まあ、相対的にこう買いは入りやすいと思いますけども、そもそも5ドルというのが、これ先週ですね、政策金利の発表があって以降、5ドルずっと売りが入ってるんですよね。なかなかこう買いが入ってこない。それは昨日も変わってないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、昨日こう下冷えをつけましたからね、下を試してダメだった底堅さを見てますから、これを見て今日買いが入ってくるかもしれませんけども、まあ、今の段階ではまだこう反発の形までは見えてはいない。まあ、少しこのね5ドルのまあ元気のなさですよね、上値の重さというのは少し意識はしてもいいのかなとは思います。はい、こちらが15分足4時間足重ねています。短期足見てもその景色が変わらないんですよね。まあ、ここに売りの流れが強く出てますけども、今は流れが止まっての調整局面、レンジ相場を想定してみていくことになります。昨日ですけども CPA で下の方に抜けたんですけども、これは一定行為で戻されていますから、自分ならこれはやっぱり底堅さを見ますかね。ブレイクとはまだ見ないと思います。ですからまあ底堅さを見せているわけで、そしてレンジがあるわけですから、まあ、レンジの高値までを試す形はこれは想定しておきたいですね。ただこの高値を抜けるかどうかは別問題になってきますんで、まあ、そこが5ドルに買いが入ってくるかどうかのポイントになってくるんじゃないかと思いますね。現状ではまだこう買いが入ってきたという流れ全く見えてないですからね。今の流れだとこう高値をブレイクしていくのは少し難しいのかなと。まあ、もしくは相当大きくこうドルが売られればね、これはまだわからないですけども、まだそこまでをこう期待していくのは難しいかなと思いますんでね。まあ、一旦レンジ上限というのを意識してみていくことになるかなと思います。レートが 0.63 の40あたり、現在 0.63 あたりですからね。まあ、そんなにこう値幅があるわけではないんですね。ですからこう面白みという部分では少しまあ少ないかもしれませんね。まあ、言い換えればすごくボラが小さいと言ってもいいと思いますね。いろんな通貨が今すごくボラが出てますからね。まあ、そういった意味では少しやっぱり注目度は下がってしまうかもしれませんね。
はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円も冷やしを見ていくとも明らかな下落トレンドですけどね、ただまあ一旦流れが止まってからはこう底堅い動きになっています。昨日もだいぶ下髭つきましたね。一回下の方に突っ込みましたけども、ちゃんとサポートされています。これも他のクロス線と見ていくと冷やしの環境全然違いますからね。今円も弱いわけですから、いい流れも出てるんですけどね、この5ドル円だけはやっぱりこの5ドルの弱さが際立ってしまってます。明らかな下落トレンド、今のこの戻りも調整の戻りに過ぎないですね。まあ、これは介入があればわからないですけどね、まあ、なければ円の弱さは僕はちょっと見ようかと思うんですけども、円の弱さを見るということはこう底堅さ、上げの流れを見ていくことになりますけども、この5ドル円に関してはまあ一旦は高値までということになってきそうでね、この高値を抜けるかどうかというのもこれまだわからないですよね。しかもここには明らかな下落トレンド、どこかでこう上値が重くなってしまったら戻り売りもたくさん入ってきそうですからね、こうイケイケで買っていくような相場では全然ないんですよね。ショート目線で見ていくには今は円が弱いですしね、ロング見ていくには5ドルが弱いということで、まあ、弱い通貨同士のペアになってしまってるんですかね。少し値動き見ていくの難しそうです。まあ、個人的にはまず1回しっかりこの5ドルに買いが入ってきたなという値動きが欲しいところですね。この2日間ほどこれ買いも入ってますけども、これ単に円が弱いだけですからね、決して5ドルが強いわけではないです。まだまだこの5ドルは難しい環境続きそうですね。はい、ということでまずはこの線ですけども、これはもう介入というのを常にこう意識しながらということに今日はなってはきそうです。そんな中で円が今かなり弱いですからね、ユーロ円なんかもこう直近高値、抵抗帯にも差し掛かってきましたけども、これだけでこう売りを見ていくには材料が不足しているように思いますね。まだこう介入の流れも止まっていないように思います。少しでも抜けてきたらこれ買い戻しも出やすい場所にもなってきますんで、この介入要素というのを置いとくんならね、まずは僕ならロング目線で見たいところですね。ですから、例えばもう夕方あたりまでこう様子を見ながら、それでもこう介入がないと、そうなってくるんならこう円は売られやすくなってくるかなと、まあ、そうなった際のこのロングなんかちょっと注目はしたいところですけども、まあ、そんな都合いい動きになってくれるかどうかですね。あとはやっぱりこう注目はドル相にもなってきますね。ドル、昨日買われても良かったと思いますけども、売りが入りました。この売りというのが今までちょっと見られなかった流れでしたからね、ですから僕はこのドルの売り、ドルの弱さというところにこうフォーカスを当てて見ていきたいと思います。となるとまあドルストはこう上げの流れを見ていくことになります。ユーロ、これサポート見えてますからね、買っていきやすい流れにもなってくるんじゃないですかね。今日も高値更新を意識したいと思います。あとはこうドルに売りが入ってくるんだらポンドやゴール、このあたりも買いは入りやすいと思いますからね、高値更新は同じく見ていきたいところです。あとはこうドル層を見ていく際のポイントとして、介入ですよね。この介入があったとすると、ドルを売って円を買ってきますんでね、これもドル売りの要素になってくるんですよね。なのでこう介入が気になってクロス円トレードできないという方はね、こういったドル層なんかを注目しても面白いと思いますね。ドル円147円に乗せてきました。円の方にもかなり大きな売りが入ってきました。円弱いですね。介入仲もまた警戒されるような、そういった環境にもなってきました。まあ、ポンドもこういろんな情報も出てきそうでね、今日もこう一波乱二波乱、ありそうなそんな日になってはきそうですね。しっかりこうリスク管理しながら、トレードは積極的にこうやってはいきたいもんですね。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。